それでは、えー、ドリブルスクリーンを使った、えー、バックスクリーンプレーの、えー、部分的な練習をお見せしましょう。えー、それは3対3で行います。 今ディフェンスを外してあります、えー、場所は、えー、位置はトップコーナースリーポイントライン上にスクリーナー、えー、3人でその基本的な動きをやってみましょう、えー、まず第1番目にコーナーにいる選手はトップにいる ボールマンからドリブルスクリーンでボールをもらいますボールをも渡したトップから来た選手はフリースローライン上にいるスクリーナーにブラッシングしてコーナーに移動しますそこで コーナーに移動した選手はまたパスをもらいますそこからスリーポイントまたはディフェンスがこ,こついた場合は打てません次はスクリーナーであるポストマンが中へインサイドカット中へ切れ込んでシュートをします この基本的な動きは後で紹介します5対5でまた見られますこれができませんとドリブルスクリーンを使ったバックスクリーンプレーはできませんそれでは3人でやってみましょう初めはコーナーにボールが入ってスリーポイントが打てる 状態ですやってみましょうコーナーの選手はドリブルスクリーンをしてボールをもらいましたトップの選手はコーナーに移動してスリーポイントシュートです次にスリーポイントシュートがディフェンスがあり打てませんスクリーナーであるポストマンがもらってシュートです始めましょうはいポストマン シュートですこのような基本的な動きです。